大阪教育福祉専門学校は学校法人大阪聖徳学園が運営する大阪市育野区にある専修学校文部科学省厚生労働省指定大阪教育大学指導設立母体である学校法人大阪聖徳学園は法恩感謝を見学の精神としている大阪教育福祉専門学校は良き保育は 良き保育者からという信念の下に、昭和42年4月に幼稚園教員、養成校として設立、幼稚園教員、ほぼの養成校として多くの人材を社会に送り出してきた専門学校。昭和59年に、障害者福祉、高齢者福祉等。 福祉への人材養成の必要性が叫ばれるや社会、福祉主治資格と保護資格を持った福祉職員養成校が設けられた。乳幼児から老人、障害者に関わる保育、福祉の人材の養成を通じて社会に貢献。専門職としての知識、技術を習得し、保育、福祉の職場において、好かれ、役立ち、なくてはならない人材となる、よう。 仏教精神による全人教育を教育方針としている。充実したカリキュラムと手厚い就職支援で知られており、大学、短大卒業者や社会人も多く入学している。教育課程では法律や思考規則が定める科目、単位に加えて理想的な保育者、福祉人養成のための独自の専門科目や多様な基礎科目が設けられている。 楽しみながら、自分を鍛えてゆく、実習、体験学習、ゼミナールでの様々な研究、特集でより深く学ぶことで、各自の専門性を高めることができるようになっている。黒田俊介が、同じキャンパス内にあった、大阪聖徳学園社会体育専門学校、卒業もより駅は、JR 大阪環状線寺田町駅。ありがとうございます。